動物繊維とは、動物から採取される繊維。代表的なものに、縦毛や、絹、羽毛などがある。動物繊維は、動物全般から得られる繊維であるため、昆虫である蚕から得られる絹から哺乳類の、羊などの毛を使う羊毛まで様々であるが、その多くは、タンパク質が、主な材料になるため、燃やすと焦げ臭い。 また乾燥した動物の死骸などを食べる虫による、食害を受けやすい。動物の体毛はそのままの形で利用される例もあり、また皮と共に毛皮として利用される例もあるが、これらは繊維とは認識されない。比較という規部に毛という構造がついているためである。一般に広く利用されるのは哺乳類の体毛である。弾力性に優れ、しなやかなものが好まれる。 代表的なのが羊毛である。無脊椎動物が分泌物から作る糸を利用する例もあり、この代表が絹糸である。動物性繊維の中でも、とりわけクモの作る繊維は、強い引っ張り強度を持つことで知られるが、こちらは量産する手法がないため、利用されない。動物繊維はその多くが、人間の手によって、家畜として飼育された動物から採取される。 これは、繊維として扱いやすい長さの毛を持つ動物が、自然界には限られること、加えて、繊維の長さを一定以上に保つためには飼育して、保護した環境の方が、より品質的に優れるものが得られるためである。動物繊維の内哺乳類の体毛のことを縦毛という。蚕画家の昆虫が作る眉から取る繊維を絹という。蚕には、 家貝子とクワゴがあり、クワゴウには、サクサンやヤマユから取れるテグスなどがある。動物繊維は、その長所として繊維が、弾力に富み、空気を多く含んだ布地を作りやすいことが挙げられる。これは、肌触りが良いだけではなく、断熱材として機能することから、暑さや寒さから体を保護するために有効である。防寒具だけではなく、 強い直射日光を遮断するためにも毛織物は有効である。また哺乳類の毛は適度に油分を含むため、発水性に優れる。反面、吸水性は低い。また火をつけると焦げる性質があり、これは強い悪臭ともなるが、これは単化の過程で難燃性を発揮し、化学繊維のように溶けながら炎症するような問題を起こさない。 ウール製高級絨毯の識別方法として、切れ端に火をつけるというものがあるが、特に丁寧に作られ目の詰まった絨毯は、強い難燃性を示す。19世紀のイギリスの消防士は、厚い革帽子とラシャチのジャケットに身を包んで、消火活動に当たったほどである。その一方で、先に挙げた通り昆虫などの食害を受けやすい、傾向がある。これは、動物性タンパクが、 他の生物にとってまたとないご馳走であるためだが、特に昆虫の中には乾燥した動物性タンパクを主食とするものも多く、保存には注意が必要である。ABCD 下村久志、繊維の分類、繊維製品消費科学第8巻第5号、1967年、271から278ページ、20年6月21日、閲覧。 世界の服飾一民族衣装現著、エイラシネ、日本語版監修、石山明、マール社。ありがとうございます。